そんなことよりゲームやろうぜ。そんなことないよ。はい、このコーナーで。いやいや、そんなことない。弱音吐くだよ。そっちか。僕たちが少年時代から未だにハマっているゲームをプレイしつつ紹介していくコーナーです。今回は熊歌を用意しました。プレステ2の2003年発売、弟子である熊に演歌を歌わせ育成していく演歌コミュニケーションゲームという異端な存在でした。はい、これ神谷博さんが面白くてめっちゃやり込んだの。実際これ面白いですからね。そうなんだ。俺やったことないのよ。いや、ミクの大先輩ですよ。あ、まあボーカロイドの先駆けと言っても過言ではないか。ちょっと早すぎたんだ。じゃあ早すぎた。ね、渋いよね、とにかく内容が。ちょっと早速やってみようぜ。最初は選択式だね。これ俺がやっていいですか。じゃあまず1曲目作るか。人生みかん4畳半の中からテーマを決める。とりあえずこの3つのテーマですね。どれが何がいいかな、ね、人生みかん4畳半ですよ。でもお正月だからね、4畳半かな。4畳半お正月だと4畳半だな。4畳半の歌を作るんですか。そうだ、テーマ追加とかできるんですか。追加してみる。追加してみます。人生とみかんどっちか。みかん。みかん。四畳半みかん。四畳半とみかん。なんか、結構いけそうな気がする。そうだ。そうだ。腹が減ってて何も考えない。なんだこいつは、獣じゃないか。食べるんじゃないこの後、師匠。マジか。困る。彼女いません。なんで出だしが彼女いませんだろ。なんで汁飛ばせ。うわぁ。ああ。これひどい。こいつ誰らも仕事続きなくなった。適当に書いときゃいいや、ガオーって。指摘してくださいとか言ってますけど、だって彼女いません、汁飛ばせってもう最初のフレーズ。最低ですよ。最低だね。最低ですよ、突然。彼女いません、汁飛ばせって。みかんまん。しかもだって彼氏は帰るって書いてある。彼氏は帰る。彼女いないのに彼氏は帰るんだ。何なんだ、これ。どういうことだろう。そんな彼女は農園なのさってなんだ。なんか大きいテーマだね。成果で表す狩りを集まる恐れる彼女へ電車の音だって。しっぽしっぽしっぽって。恐れる彼女へ電車の音だってやばい。電車の音のように汁を飛ばすように頑張るだよ。これどうする？どのフレーズ直します？とりあえず最初のブロックは完成してるから。完成してるこれ。みかん箱だけかを修正しよう。みかん箱だけかを修正して。そこだけちょっと直そう。こいつが勝手にやるんだ。なんでこいつこんなに乗り気じゃないんですかね。お、選べるじゃん。いつもの予感、やたらカスカスな、シャケな一人が、仕入れて任せて扇風機だけか。やたらカスカスな。やたらカスカスな。汁飛ばせ。やたらカスカスな。やたらカスカスだ。まあ、これしか繋がらないもん、名前と。じゃあ次の一家全員も変えないといけないね。勉強になりますって言われたけど、本当にいいのか、これで。じゃあ一家全員変えてみます。なんだろうな。やたらカスカスな。トラカスカスな、ふもとをどつく。どこで使うんだよ、これ。やったら、供え物っていうのは、これはもう完全な隠語でしょ。違うことを指してるわけだ。流れから行くとさ。流れから行くと。汁飛ばして、やだらカスカスになった、供物をどつくわけだ。だからこれ一番だよ。どうかな。これは一番でしょ。中村さん、発想最低すぎますよ。で、次は彼氏は帰るだから、供物が彼氏なんだろ、つまり。これ、怒られの過去で書いてみたフレーズなんですけどって。彼氏は帰る。引きさらしは吹きさらしはってわかんねえな。じゃあ変えてみます。それは僕も気になってましたね。もう気になってたんだ。なんか成功してからこれは売れると思ってたっていうやつみたいな。クソ野郎だな。二人も語る、ああ取るかもね。師匠も吠える、皮むくれじゃん。じゃあ彼女のセンスだとどれだろうかな。皮むくでしょうでしょうか。こんなぴったりなもの分かりません。まさか皮むくでしょうを選ぶとは。シュールレアリズム演歌は難しいもんだな。クマピュアだな。で、そんな彼女は何々なのさ。そんな彼女は、行きで行きましょうね。そんな彼女は何だろうね。農園なのさ。こいつが何をチョイスしてくるかでしょう。彼女は仕送りだけよ。二人もだ。あそこか。あそこか。あそこを買ってな。あそこを買って。あそこ買ってなのかな。あそこって何かちょっと気になってくる。殴らないの覚悟で書いてみたフレーズだったんですけど。殴らないよ、そんな。これやばいぞ。あそこを買ってなんだろう。そんな彼女はあそこを買って。とりあえず次変えようか。成果で表す。成果で表す。変えようか。
これちょっとみかんにこだわりすぎたね、これはね。みかん要素が多いしね。成果に表す、ね。あそこを買って余剰半要素全然ないですよ。吠えた雑魚寝を定めし、定めし取りよ。定めし一人よ。運命ってことだよね。うん、定めし一人よ。今度であれば、いい毛玉の。あそこを買って、いい毛玉も、何かだろう。いい毛玉も。いい毛玉かな、うん。これが一番いいですよね。大賛成です。うん、いい毛玉も。これで分かってきた。何だろう。次をこれをチョイスすれば答えが出る。うん、狩りを集まる、うんうん。狩りを集まるを変えて。いい毛玉も。咲きたがるぐるるるという、思えばという、在庫したがる、諦めたがる。どうしますこれ。何だろうこれ。いい毛玉の。ちょっと難しいな。咲きたがる、ぐるるるという、思えばという、在庫したがる。在庫したがるってなんだ。わかんないな。インゴか。まあ、ぐるるというでいいんじゃないかな。野獣がぐるるって言ってんだから。じゃあぐるるにします。うん、はい、うん。そして恐れる彼女へ電車の音だ。シューシュポシュポシュポって、ね。恐れる彼女へ電車の音だ。じゃあこれでちょっと行ってみます。うん。これかな。これデビューソングですよ。まあまあかな。なんでこいつにこんなこと言われる。師匠が手直ししたらまあまあかなって。うん、ほぼ全直しですよ。メロディーもあんのか。もうめんどくさくなってんじゃないですか。どんなメロディーでもいいんだけどな。こいつから弟子にしてくれって言ってきた割にひどいね。こいつはダメだな。ダメなやつだ、こいつは。勝手に、うざくないですか。メロディーは勝手にさせてもらおうと勝手にしろって思ってんですけど。勝手にしろ。ああ、できたんじゃないこれで。うん。で、このタイトルね。タイトルか。うん、そうです。テーマ決めだけだもんね。うん。タイトルも慎重に決めなきゃね。出やいいか。いやこれだよこれいいよだよ出りゃいいかって感じ天才だわ最低ですねもう決まりですねタイトルが出りゃいいか完成だガオこいつ最低だよもう、うん、でもやっぱり理解はしてるね、うん、こいつ歌は理解してるよ歌は分かってる、うん、歌の心は分かってますすごいなこれ大丈夫セロ全年齢って書いてありますよそうだよ全年齢だよ完璧だ本当に大丈夫いけよ完璧だろこれ、うんうん、師匠も気に入ったよこれ、うん、あこれはすごいこれ歌いに行くのか今歌いに行くっぽいですね、うん、行ってきますって言ってますもんあこれ前奏で語るやつね、うん、熊内デイビスデビューデリア一家聞きましょうかの病院ませんチルドバーセンガタラガスガスなくもつほどつどやかえちまかえるたまむでしょそんな彼女はあそこを買ってひどいいけなものもぐるぐるという踊れる彼女へ電車の音がどういうことなのというわけで今夜は熊歌のプレイの模様をお届けしました。以上そんなことよりゲームやろうぜでした。